ちというか、星さん。この漫画はめちゃくちゃ面白いビアン漫画です。今まで読んだビアン漫画の中で突飛してコメディが面白く、おまんじゅうがおもふ、この漫画がすごいビアン編1位の作品。ビアン漫画として賛否は分かれるが、おまんじゅうたちが好意的に感じる部分は、人族のメスの裸が多分のんけの人族のオスが読んで全くそそらないデッサンをしている部分です。この漫画を読んだ後に青年コミックを読んだら、そのデッサン力の違いだったりのんけのオスがそそる体つきのデッサンの違いが際立つと思われます。次にこの漫画は顔芸がクッソ激烈に面白く、メインキャラたちの性格設定がクッソ激烈にお上手。シナリオはガチビアンの OL のたちと、そのガチに惚れられた猫の小説家の二人が主人公。ここからネタバレ。OL の方が性欲お化けみたいな感じのガチビアンで、もう一人の方が下着の上下を合わせないとかボクサーパンツを履いているとか、そういうのんけっぽい感じがビアンからしたらクッソ激烈にそそるみたいな感じ。ここにガチビアンのことが好きなオスを配置したり、猫を落としたいとかのんけハンターのビアンが現れたりという感じの、そういうキャラクター配置して大丈夫なの？という展開だが、しっかり面白いし、しっかり整合性をとっている感じの漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。